本相撲協会は20年前に起こったこのような大惨事を忘れずに、被災されたすべての方々に哀悼の意を表し、国技大相撲の発展に寄与していくことをお誓い申し上げます。それではここで黙祷を行います。ご起立ください。黙祷。ご着席ください。献花。公益財団法人日本相撲協会を代表して、第69代横綱白鵬関と第70代横綱春馬冬関に行っていただきます。続きまして、大阪出身幕内右京関に鎮魂の相撲甚句をご披露していただきます。相撲甚句。阪神淡路大震災20年、すべては強くなるために。作詞下家義久。終了いたします。